皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当はあゆみです。今日はですね、こう何やら、風変わりな感じで、皆さんも分かるかとは思いますけれども、今日はですね、私あゆみがポッピンパーティー、そしてバンドリについて語っていきたいと思います。やったー。はい、まずはですね、3月末に発売になりました9枚目のシングル、サークリングについてです。わ、みんな手をつなごうということで、はい、サークリング発売になりました。この曲はですね、ガルパのイベントストーリー曲でもあったんですけれども、かすみちゃんがですね、音楽でみんなをこう振り向かせようと決意して、こうメンバーにもね励まされたりして、とってもなんか音楽に対するポピパちゃんの熱い気持ちとか、かすみちゃんの熱い気持ちが詰まった曲になっております。さあ、じゃあね、せっかくなんで開封していきたいと思います。やった。誰が出るかな、誰が出るかな、開ける喜び、誰だろうな、誰だろうな。じゃん、ほう、リミです。しごめ、リミです。はわわわ、やった、リミリンだ。さあ、そのわけでランダムでキャラカード入っておりますので、皆さんもぜひ開けてみてください。あー、もうね、歌詞がいい、まあ、曲ももちろんいい、でも歌詞もね、やっぱりこう、なんだろうな、こうメンバーの絆とか、こう一人一人ね、歌い分けがね、フルでちゃんと聞くとあるんですけれども、そこもこう、なんか、あ、この子がこの歌詞歌ってるんだとかね、こうニヤニヤしながら聞いてほしいなと思います。あとね、こう歌詞カードをね、まだ見たことがないよって人は気づかないかと思うんですけれども、わ、みんな手をつなごうとか、わ、絆を感じたらのわのところがですね、みんなね、全部違う感じなんです。なんていうのかな、こう輪っかの輪だったり、あの和風の輪だったり、あとはそうですね、そんな感じで感情線の輪だったりそういう感じで、ちょっとずつ輪にも違いがあります。はい。そしてカップリングのライトディライトの方もですね、まあ、アニメ版のあのバンドリを見てくれた方とかは、結構あのかすみが声が出なくなっちゃった時とかのストーリーと重なって、あの感慨深いものがあると思うんですけれども、やっぱそれ以外にもですね、こういろんなことに当てはまる歌詞かなと思ってて、こう一人で思い悩んじゃう人とかは特にですね、こう共感できる歌詞なんじゃないかなと思っているので、こういろんな状況にね、こう当てはめてみて、あのこれを聞いて、あの一緒に頑張っていこうっていうメッセージを込めましたので、歌に、はい、ぜひ聞いてみてくださいね。はい、そんなわけでサークリングについてでした。じゃあ次はですね、そんな、サークリングをたちを引っ下げて、5月にはですね、幕張メッセ国際展示場でライブをします。やったー。あのホールをね、バーンってこうぶち抜いて、こう大きいライブをするんですけれども、タイトルはポッピンパーティーハッピーパーティー2018です。日付は5月12日翌日の13日にはですね、ロゼリアさんの AB ヒカイトがありますけれども、 2days でバンドリフィフスライブということで、たくさんねチケットも申し込みいただいているということで、より頑張らねばなという感じなんですけれども、まあ今ですね、あの週に1回ポッピンパーティーは全体のバンドリハがありまして、でそこで曲を合わせながら、新曲とかも練習しながら、こう動きとかも考えたりして、こうこの間の MC はどうしようかっていうのをこう毎回ね、みんなでディスカッションしながらいろんなことを試行錯誤しているんですけれども、まあそうですね、でもだんだんとこうなんか新曲とかを覚えるペースとかもやっぱり早くなってきてて、それ以上のことをもっとこう見せられるようになりたいというか、曲を覚えるだけじゃなくてね、パフォーマンスだったりとか、あとはまあそうですね、まあ MC 一つとってもやっぱりこう意味のあるものにしていきたいなと思っております。なぜハッピーパーティーですから、みんなが笑顔になるような一日にしたいなと思っております。さあ、そんなわけでハッピーパーティー2018、そして AB 控えとどんなグッズが発売されるのか、今日は見てみたいと思います。今日お見せできるものだけなんですけれども、じゃん、 B2 タペストリー、大きいよ、これ実は大きいんだよ、ほら見て、
奥行きがありますからね、このスタジオは。私の顔の横ぐらいにあるかと思いきや、結構これぐらいありまして、大きいんです。いいですね。今回はフェイスライブはポピパとロゼリアが一緒にやるんで、ほら2つ一緒の2つバンド一緒のグッズがたくさんあるんで、それもとっても嬉しいですよね。あと私が着てるガルパサマーパーカー、これはポッピンパーティーバージョンです。後ろにはこんな感じ、5000符ですね。ポピバディってなってます。はい、これとっても着やすいですね。いいですね、この質感。とっても近所とかにもすぐファッて貼っていける感じです。そしてじゃん、これは記念セット、ポッピンパーティーバージョン、おカバン、このグッズが全部入っちゃうようなおカバンと、あ、マフラータオルです。マフラータオルとポッピンパのマフラータオル、かわいい、無臭です。あとはタオルホルダーです。タオルホルダー、ポピパのタオルホルダーです。これ3つセットで、便利セット、絶対使える便利セットがセットになってます。あとはこれかわいい、山吹ベーカリーのパン型ポーチ、ふわふわなんです。これふわふわ、ほら見てください、ふわふわのモフモフで、あ、結構入りますね。私の拳は絶対に入ります。顔も入っちゃうんじゃないか、無理ですね。これでもいっぱい便利に何でも入ります。 CD 入るかな、おっいけるやばいかな、これ壊しとこないか、あ、いきましたシングル CD1 枚入りますやばい、出さないとね、これちょっとあったら怒られちゃうから。はい、そして一押し商品、私の一押し商品、じゃん、ガルパギターケース型ボディバッグ富山かすみモデル、じゃじゃーん。これねすごいんですよ、本当にギターケースみたいにこうしょえるようになってて、リュックみたいにもなるし、多分ボディバッグだからこうやって斜め掛けもできるし、リュックになるよね、これ。ならないの？なるでしょ、ならないのかな、ちょっと待ってなりましたこれ本当にね、ランダムスター入れる袋ってこうやって斜めになってるんです。そう、こうね、ちょっと線こっちの下の方がこう幅広になってて、でちょっと変形ギターとかを入れる人は入れる人はね、ご気持ちわかると思うんですけど、こうなんか最初のうちはですね、このランダムスターのギターケースを背負ってると、こうなんかなんていうのかな、ふくらはぎとかに当たってめっちゃ痛かったんですけど、そこもちょっと改良してもらって今背負いやすいようになっております。これちゃんとポッケです。で、あ、このライブパス風のねロゴみたいなのが知られてて、結構入るんですよね。じゃあシングル CD はもちろん入ります。はい、あ、砂糖のご飯も入りますよ余裕です。はい、そんなわけでこれは私の一押し商品、ガルパギターケース型ボディバッグ富山かすみモデルでした。さあ、そんなわけでたくさん紹介してきましたが、ガルパバンドリーますます盛り上がっておりますけれども、フィフスライムまであと1ヶ月ぐらいということでね、ぜひいろんな人に見ていただきたい、そういろんな人に見ていただきたいといえば、ライブビューイングが決定しております。過去最大規模です、バンドリーにとって。はい、なのでいろんな人に見に来てほしいので、ぜひお友達をお誘い合わせの上見に来てください、お願いします。はい、そんなわけでイベントの詳細は公式サイトをご覧ください。はい、ということでいろいろと話してまいりましたが、今日はここまででございます。ぜひライブでお会いしましょう。ポッピンパーティーもですね、いろいろと、リアルの方もキャラクターの方も、とっても
頑張っております。ガルパの方ではですね、あのアニメストーリーが、今後あの配信されるということなので、ぜひアニメを見たことがないよって人はそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、こうはい、ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。今日の担当はあゆみでした。バイバーイ。